皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年3月の25日15時38分、先ほど、日本航空さんの春の選抜の試合での、メッセージ、を録画してまして、今動画をアップロードしているところなんですけども、星稜高校の、皆さんへのメッセージで、2回戦突破おめでとうございます。私の見立てとしては、多分その日本航空さんが1対0で負けた分の1点で、勝ちに行ったと、そういうふうに試合中に私の方でも考えましたし、同点に追いつかれてからですね、途中で試合を参加したからそうなったっていうことだったら、これはちょっとルールおかしいんですよ。自分が作成したホームページの淡井圭介より昨日、今日の日付の部分のところで、アクセスできるようにした内容っていうのを試合前に、作っておいて、それで、その時間帯にある程度、試合始まってたと思うんですよ。家の中の掃除しながらとか、いろいろあったんですけども、日本航空さんの試合が終わってからですね。で、それで2対0だったと思うんですね。で、私が途中から見たから振り出しみたいな形にしようとしてきた人たちが存在して、もしくはコンピューターで、2対2の同点で、そこから、日本航空さんが負けてしまった分の1点の差で、八戸さんに勝たせていただいたと。こういうふうな形ですね。で、もともとその、地域云々とかそういうふうな部分もあったんですけども、そこは対応しようと思ったら両方勝てるといえば勝てるんですよ。ただ、そこまでの対応能力は今日の出だしのところで私の方に一部欠けていたかなという部分がありました。全部が全部ね、すべて対応するっていうのはかなり難しいんですけども、肝心要の試合内容のところでちょっといろいろコメントしたかったんですけども、試合も途中で、見てない状態、もう途中で、絡むしんどさとかもこちらに来て、部屋の中で、もう倒れながら、それでもテレビの画面見ないで頭の中を、供給するような形で、それでなんとか、1点差つけれて、勝ったと。そういうふうな形ですね。で、1点リードした時点で、ちょっとテレビの電源オフにして、自分のするべきことを、し始めてと。だから、そのパソコンにアクセスできるようにしてとか、そういうふうな形で2対0になってたから、そういうふうな動作でも、正解は正解なんです。で、その日本航空さんへのメッセージ、ちょっとパソコン持ってきますね。やっぱりパソコンはちょっと置いておきます。ですね、多分この入力方法で出てくると思うんですけども、KVID、春の選抜、日本航空高校。多分ここまでのワードで出てくると思うんですけども、僕の動画。もし出てこなかったら、ホームページは YKSKDK の一番の方からアクセスしていただいたらどうかなとは思うんですが。試合状況とかも、そこで述べてる通りで、ごめんなさい、今ちょっとね、空のシンさんまた来て、なんとか、3対2で、勝てて、先ほど確認して、胸を撫で下ろすと言いましょうか、ほっとしたところですね。次の試合も、勝てるように、頑張っていただけたらなと思います。ちょっとね、もう試合内容はあまり覚えてないんで、なんとも言えないんですけども。1回戦と比べて低めのボール球とかは対処だいぶ意識して、されてたんじゃないでしょうか。その辺のところとかも、
別のことをいろいろしながらですので、どうしてもね、試合内容はそういう風になってしまって申し訳ないんですけども、まあ、とにもかくにも、次の試合ですね、頑張ってください。メッセージ、日本航空さんと比べるとメッセージ短いですけども、まあ、この辺で、今日はメッセージ、終了させていただきます。皆さんお疲れ様でした。次の試合も頑張ってください。